仙台市消防ヘリポートは、宮城県仙台市若林区荒浜にある飛行橋用ヘリポート。移点を計画中。仙台市消防局が管理するヘリポートであり、仙台湾に面した防災林の一角にある。仙台市消防航空隊及び宮城県防災航空隊が拠点を置いている。仙台市と宮城県の庁舎がそれぞれあり、消防防災ヘリコプターの整備。 格納はそれぞれに行っている。また、仙台市消防局では、ヘリポート内に、若林消防署荒浜航空文書を設置しており、救助工作者、消防ポンプ車、高規格救急車を置いて、近隣地区の消防活動の拠点ともなっている。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震に伴う、東日本大震災による大津波に襲われ、 県の防災航空隊のヘリコプターや市の消防車両が津波に流されて使用不能となるなど壊滅的な被害を受けた。仙台市消防航空隊の2機のヘリコプターだけが津波の来る直前に飛び立ち避難誘導や救出活動に当たっている。津波で被災した現在のヘリポートを移転する方針を宮城県消防課が打ち出し、 2012年8月には、新ヘリポートの基本設計業務について、一般競争入札を実施している。2016年度に、リフ町のグランディ21北側の県有林内に移転する方向で検討されていたが、2014年11月、建設費用の高騰が見込まれることからリフへの移転を断念し、別の場所への移転を進めるとした。2015年4月、宮城県は、 仙台市に対し、2017年度移転を目指し、岩沼市下付合地区の仙台空港隣接地にある、県有地への移転を提案した。同年5月、仙台市は、宮城県の提案を受け入れる方針を固めた。計画では、仙台空港隣接地に格納庫を建設し、仙台市と宮城県で共同利用する。ヘリの離着陸は隣接する仙台空港の滑走路を、 使用する予定である。ありがとうございます。